穏やかな気候風土の香川県、ほっこりのんびり癒されるくつろぎの温泉郷をご紹介します。さぬきのこんぴらさんと親しまれる琴平宮のお膝元、1998年に開設された新しい湯どころこんぴら温泉郷です。春は淡い桜に四国こんぴら歌舞伎大芝居、秋は目に鮮やかなもみじなどにぎわう門前町、参道の両脇にはうどん店や土産物店が軒を連ねています。湯は良質の塩化物泉、旅に疲れた体も心地よく癒してくれると多くの参拝客に好評です。源泉から湯を引いた足湯どころは、長い石段を登って疲れた参拝客の足を優しく癒します。多くの旅館が工夫を凝らした自慢の湯どころを用意、景色を眺めながら湯に浸かれる露天風呂など、個性豊かに良質の温泉を楽しめます。古くから高松の奥座敷と呼ばれ、地元の人から愛されているのが塩の江温泉郷。奈良時代に瞑想行基が発見したと伝えられる名湯、その後弘法大師空海が湯治の地として進めたといわれる歴史のある温泉です。塩の江温泉郷は昭和の面影を残すひなびた風情の温泉地、山の澄んだ空気と清流のせせらぎを楽しみながら、名物のアマゴ料理やそばに舌鼓、渓谷ならではの四季の移り変わりが楽しめる心のふるさとです。瀬戸内海に浮かぶオリーブの島、小豆島。豊かな自然に恵まれた小豆島にも温泉が点在しています。波静かな瀬戸内海を眺めながら楽しむ温泉は、島旅の思い出を素敵なものにするでしょう。香川の温泉郷でぜひゆったりと日頃の疲れを癒してください。